浮橋よ、そなたの良いねじめが聞きたいものじゃの。この浮様がな、歌を一つ作ったぞ。うん、そうじゃ、歌の題は里景色とつけようかな。老けてくるわの装い見れば、余韻の灯しびうち背きねの、夢の花さえ散らす嵐の誘い来て、寝屋を連れ出す連れ人男、よそのさらばもなお哀れにて、裏門中戸をあくる日ののめ。
このまま隠さずにわしの姿を見せるとさ。様が言ったとさ、時より節の来るそれまではならぬ堪忍せにゃならぬ、しばし美人の膝枕、夢はあずまえ飛んだとさ。木陰から獲物を狙う豹のように迫る患者の目には、茶屋酒に酔いつぶれた蔵之介の姿はどのように映ったであろうか。黒と見たか白と見たか、記録は全くなく今は知る由もないが、神崎養老のりやすが蔵之介から平手の正確な絵図面を手に入れよと密命を受けて山品を立ったのは2月16日であった。彼は赤穂の家臣としては食禄わずか五両三人ぶちであったが、文武両道に優れ和歌や俳句に親しんだ。豪を築兵、そして酒を飲ませたら赤穂藩中随一の大使家であったという。江戸で故郷を忍んで詠んだ歌に、ふるさとの空に傾く月影を見よとや弱の初狩りの声、この時神崎37歳であった。西の都の奥深く、月のいる頂山品を後に眺めて神崎を、秋も深みて風寒く、落ち葉重なる小漬けにいつかは巡り大坂と、おみじみのり三河路道も遥かに都会ぞ、願いも嬉しい金屋杉越片屋行く末の
黒いの川も越え敵うつみじゃ前後左右に気いよきつ口に岩淵思いは腹に夢に三島の里止まり朝立ち出て箱根なる浜岳茶屋にと着きました婆さん許せよはいはいこれはお武家様でございますかおいでなさいましそこは橋地か孫やくもすけどもの休み場所ちりがたこうなりますよってにさあさあどうぞこちらへいやいやうちらへ入ろうよりはここの将棋が景色を眺むのにはほどよいと申すものすまぬが婆さん一本だけつけてはくれぬかはいはいかしこまりましたまあ何しろお武家様山鹿のことでございましてなお口に合いますやらどうやらまあお待ちどうさまでおお早いの入ってなければ独尺でいつかほんのり桜色よもの景色を打ちながん下は犬とか小田原か かかる折しも峠道むかでに似たる百本杉の彼方から登りきました馬方あり年の頃なら三十五六渋髪のように日に焼けて体一面入れた我慢の綺麗なこと言うよ朱が三部で隅七部右の階縄天を望んで登り流左の階縄血を眺めての下り流胸に半額もい破り頭の格好見てがれば客に近づらも同様に酒焼き伸ばした突っ込み髪尻切れ襦袢に縄伸び馬の手綱をパーッと肩にかけおいだだ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 い箱根八里はよ馬でされぬ年の暮れシャンコシャンコおでんのぼりくる浜崎やや となるなれば肩への松がえに軽く投げかけ巻きつけましておばごめんよおやまあ誰かと思ったらお石さんじゃないかお前さんちっとも姿を見せないんでどうかしたのかとまあ心配していたんだよやりやったよそんなお世辞を言ってくるのはおばだけで体はこの通りピンピンしてるんだがなままにならねえのは才能めよちょっとこれハンガドルハンとほりゃちょっと出会ってよ
しっかり取られて一文なし、すってんてるすく天狗面、やかんで腕たたくじゃねえが、手は足もでやひねや。おう、おば、金ができたら消してやるよ。一杯だけご馳走してくんな。しようがないね。お前さんだいぶ勘定が溜まっているんだよ。たまに払っておくれよ、牛さん。え、それじゃ本当に今日は一杯だけだよ。ダメをさなくたっていいんだよ。仕方がないと諦めている茶店のばあさん。持って参りましたお盆の上の丸二匹のゴロ八茶碗。縁が大きく欠けておりましたと、牛五郎。にたりと笑って欠けたところへ親指の先をピタリッとあてがって、ババア、ついてくれ。牛さん、まあお前本当に抜け目がないね。一杯の約束が二杯三杯と重なれば、下なめずりした牛五郎をごろつき根性を丸出しに。旦那、おのぼりでござんすかい。おのだりでござんすかい。拙者は井戸まで参るものだ。そうですかい。旦那、ご覧の通りおまかたでござんすから、おだらまでの蹴りま、一茶は乗っかっとくね。ええ、旦那。いや、拙者はまだ足が疲れておらん。それに馬はあまり好かぬ方じゃから、よろしく断り申すぞ。何を？馬が綺麗だ？ちゃったんよね。馬が綺麗だと言っておめえ、殿様のご奉公が務まられてんだ。えい、下から出るやつけあがり。てめえ、それじゃねえね。髪型下りの役者だろ。いやー、それに知えねえんだ。生っちろい顔が立ち、腰に刺した代償、大型長身は犬っ黒一匹切ることはできねえ竹光。へへへへ、そうだ、つぼしだろ。よ、江戸へ行くだってヒノキ舞台が踏みてえと、役者姿で往来したら、俺たちのような人足に下がっておくれとねだられるからと、ひいきの旦那にこせえてもらった侍姿。そうだろう。おう、関所って方あんのか。偽物じゃねえのか。関所破りの大罪人を恐れながらと俺がおめえ、訴え出たら、おめえの首に縄がかかるで。おい、それが嫌なら下がっておったぜ。牛に向かって何たるぞ、どん、すごくだ、あったた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 た、はい、刀の塚に手をかけ、俺様を切ろうってのか。これは面白いや。なるほど、構えたところはさすがに役者だ。へ、腰が決まってるら。おう、切ってくれ。切ってなお、長が上がくなかったら台場見てのお戻りだ。首からか、胴からか、それともかっからか、くるりとまくって出したお尻の黒いコート、田舎回りの旅役者、関所破りの罪人と聞くに耐えざるはこうに思わず知らず神崎が恋口三寸くつろげしも、山手石橋我が心山しの愛ずるその時に、大石殿のご教訓、大事な役目を忘れる泣き倒うつまで、その日までいかなることがあったとてならぬ勧誘するが、まことの勧誘と今しめられたはここなるか、ぐっとこらえてよろのりやす男涙。こんなやつでも切り込む。
しや神の調べを受けねばならぬ大事の前の障子だと我と我が身に解き聞かせ書きしたためた詫び状に添えてさしだす御領の金さあ孫これで許してくれおめえなかなか話がわかるじゃねえかよし御領を受け取ったこれが詫び状か目ごと書きあったなおいだがよこんな字をお前書いたってお前俺に読めるかいこれは何てんだよ俺がなおい寺小屋へ通った時分にはこんな字は流行らなかったんだぞまあいいやでも詫び状もなんてもな文句ぐらい手が分かってなだがよ友達に聞かれておめえなんて役者だったか名前が分からねえじゃんぐやりやところと名前をかなふって書けお方おめえ中山新九郎とかなんとか言うんじゃねえのかそうかさこれなら読めるであろう孫なるほどかなも見えないわこれは、これはなんだ。いろはの歯だ。歯だ、歯だ。歯、半、半周だな。横へ一分スーッとあって、くるっとなってるのは、歯だ。赤穂のラウニン。神酒よかろう、のりが安い。飲んでくるよ何も人が冷やで飲んでるからだっておめえ神酒がよかろうなんて書くことはねえだろそれは濁りをつけて読むものじゃ満州赤穂の浪人神酒よごろのりやすと申すぞなるほどねあった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 よじゃあまあこれで勘弁してやろうおうバンザーあばよしょうがない人だねご両の金はしまい込んで酒代も払わずに行っちまった本当にまあお武家様お前様よく辛抱なされましたのばあさん天は必ずまことを昇乱したもうものじゃ茶代はここに置くぞさらばじゃ網傘を手に立ち上がり遥か彼方を望んなら富士の高根に初見ゆき三代の松原青々と海に広がる美しさ眺むるうちに神崎は怒りの波も穏やかに消えて己に立ち返り東をさしてぞ下りゆく Thank you.
殿はあの事件の後、世間をはばかりお役御免を願い出て、将軍家に許され隠居となり、9月早々には江戸城下呉服橋より本所一つ目という寂しいところへ屋敷替えを命じられた。これは確かに隅田川の川一つ隔てて我らが討ち入りするには都合の良いこととなった。これは柳沢で和の神殿をはじめとして老中の方々までが世評に動かされて取ったる処分とも思われる。去年3月14日松の廊下の御人情を知るや吉良殿を討って暴君長野利公のご無念を晴らすことを決心した。だがこれは容易ならぬ一大事。吉良殿の嫡男までは米沢15万石天心公以来の名家を継いで上杉壇上大使綱乗りとなっておられる。大勢の付き人も派遣して警戒を厳重にしているそうだ。それはさて、1年4ヶ月前の家臣たちは城を枕に討ち死にだ、やれ追い腹だと騒ぐもあれば王の黒部のごとく逃げ出す者もいた。さればこそ市民安堵が第一と城受け取りの使者大目付荒木十左衛門殿に対して大学様ごもってお家最高の願いをご講義に出したのじゃ。その一方で吉良殿を討つために大勢で江戸市中を騒がしたならご講義では、いや世間では何と言おう。人間としてあまりにも見えすぎた手段策を弄する奴らと詐欺すみを受けるであろう。それでは我らの真心が世間に通じまい。自分の投げた石の波紋の大きさにしみしみ苦しんでいるのじゃ。ましてや大学様は亡き殿様の恩弟君とは申せ、まことに臆病なるお方。連中五人女子の折には人々のそしりを送るほどのご老媒ぶりであった。特に奥方様へご報告とお目付からのお達しごもってお行きなされた時に、奥方様から吉良殿の戦士のほどを確かめられた。しかしその時大学様は何一つ申し上げることができなかったのじゃ。奥方様は身を震わせて、あなたは匠の神のご射程ではありませんか、兄が命がけで切りつけた相手が生きているか死んだかもわからぬようでは侍と申せましょうか、ただただ騒がぬようにとお目付のお達しだけを申されに来るようではあまりにもわらわは口惜しいとお叱りなされたということであった。このことは蔵之助が一生に一度の不覚であったのだ。心の中の張り弓を満月に引き絞り、狙う的は吉良殿恩義の地幕閣のただ中よ。それから3日後、大石から吉兼は道中垣見左内と変名して江戸へ下った。力が姿を見せたことにより江戸の同志たちは蔵之助の真の目的を悟ることができたのは言うまでもない。神崎与五郎は今坂屋善兵衛と名乗って町人姿、扇子を売ったり小豆を商ったり、苦心の会あって堀部安兵衛、倉橋伝助、岡野金右衛門らとともについに吉良屋敷の絵図面を手に入れた。かくて10月7日、
潮田又の城近松貫禄菅谷藩の城三村次郎左衛門速水藤左衛門らを引き連れて、いよいよ大石蔵之助は京都を立った。ある時は垣見五郎兵衛と名乗り、またある宿場では池田久右衛門とも宿帳に記した。この吾妻下りこそまさに虎の尾を踏む思いであった。一行と共に運ぶ荷物は降雪に伝わる浪速の商人天野槍平が調達したという内入り道具か、吉良家の患者の目をいかにくらましたか、九条関白家の用人橘左近と名を変えて、やがて東海道鳴海の宿に差し掛かったのである。して吾妻いくだの立花左近じゃ。そのくせ者のもとへ案内をいたせ。宿の玄関を足音は楽踏みならし奥の座敷へ住みゆき、がらりと開けた大襖、はっと思わず立ち花が目を見晴らすも無理じゃない。去年3月14日末の廊下の人情で家は断絶、身は切腹、無念の涙飲みながら散った浅野の城門が荷物の上にかけてあり、左近と名乗るくせ者の香りの門はありゃ確か二つどもえじゃ。おう、この人が蔵之助、
肌を映しが近いのか、あずまくらりの行列は幼稚道具を運ぶのか、じっと見つめる立花左近、見返す大石蔵之介、ものは言わねど両の目ににじむ涙が万感を思いとなってほとばしる。武士の辛さも哀れさも知っていますぞ。男同士の恐れ入りましてござります。お名前を語りましたる罪は何とぞお許しくだされましょう。さてこの目録はすでに拙者に用のない品となりました。関白殿下直筆のこのご書状をお持ちになれば関所宿場も無事にお通りなさるるでござりましょう。江戸へ下った暁は目指す敵が打ち放し。ああいやいや、めでたく務めを果たされまするようお祈りいたしておりますぞ。罪をかぶってさわやかな笑顔を残して去りゆく左近、泣いて紅葉の下白く月は明るくさえ渡る。吉良殿は茶会を催すために必ず当屋は在宅と確かな情報じゃ。人間とは弱いものじゃ。戦国鳥の奥の証言もわしが親類の新道源四郎も急進派の高田軍兵衛すらも去った。56人がとうとう47人となった。しかし討ち入りの時に数は少のうても鉄石の心が集まれば必ずことは成就するはずだ。なるならぬは時の運、吉か凶か、それは思うまい。ただただ我々は真心を、人間も真心を尽くすだけじゃ。